セルゲイ・スタニスラーボビチ・レブロフは、ウクライナ・ドネツィク州出身の元サッカー選手、サッカー指導者である。ウクライナ生まれのロシア人で、元ウクライナ代表。セルゲイは、ソ連時代の1974年に、ドネツィク州のホールリウカで生まれた。1990年にウクライプレミアリーグシャフタール、ドネツクでキャリアをスタート。ウクライナが独立するとディナモ・キエフに移籍し、 アンドリーシェフチェンコと共に活躍した。1996年と1998年には、ウクライナ年間最優秀選手に選出されている。また UEFA チャンピオンズリーグでも1997から98シーズンにベスト8、1998から99シーズンにはベスト4に導くなど、ヨーロッパでの評価を次第に上げてゆく。 その活躍が認められて2000年に、クラブ史上最高額の遺跡金で、プレミアリーグ、トッテナムホットスパーへ移籍。しかしプレミアリーグでは実力を発揮できず、トルコサッカーリーグフェネルバフチへ移籍。その後移籍したイングランドでは、ウエストハムユナイテッドのプレミアリーグ昇格へ貢献。2005年より、フルスディナモキエフでプレー。2008年には、ルビン火山への移籍が決定した。 ウクライナ代表としては1992年6月27日のアメリカ戦でデビューを果たし、長らく FW の軸としてシェフチェンコラと活躍した。2006FIFA ワールドカップでも代表に選出され、グループリーグのサウジアラビア戦でミドルシュートを放ち1得点を挙げた。2009年7月20日からフルスのディナモキエフのリザーブチームのコーチに就任。 2014年から2017年までは監督を務めた。2017年6月22日、あるアハリジッタの監督に就任した。ありがとうございます。